ここに中国の道教、神仙思想が流れている。こういうことが分かるとすごくね、興味深くなるんだよ。
の中腹には四国八十八ヶ所霊場第68番札所神明院と第69番札所観音寺、四国霊場の中では唯一の一時二礼上がります一夜庵など多くの奇跡があります。Thank you.
どうですか。冷たいケースもあったよ。あ、でもこれあったかいやつだから。あ、そうなんだ。あ、でもたまたま用だった。
えていくの。
そびれている。Thank you.